県内の大手そばチェーン店で盛そばとかけそばが500円で食べ放題というサービスが行われ、多くの客でにぎわいました。このサービスは県内を中心にそば茶や吹き上げ庵などを展開する株式会社フェニックスが10月8日を語呂合わせでそばの日と銘打って行いました。食べ放題のサービスは新型コロナの影響もあって3年ぶりです。持ち帰り用を含め1万食分を準備したという鹿児島市与次郎の店舗には午前10時の開店から多くの客が訪れ、おいしいそばに満足そうな様子でした。食べれるだけ楽しみたいと思います。何杯ぐらい食べそうですか？20ぐらい今年は売り上げの一部がウクライナ人道危機救援金として県と赤十字に寄付されるということです。